こちら、ギギモックスの坂です。今日は滋賀県アルテロカスタムギターズに来てます。なんでアルテロって感じだと思うんですけど、大阪で会ってめちゃくちゃいい人で、話聞いててもすごくこうものづくりの情熱とかがあるし、ちょっと一回一緒に仕事してみたいと思って、とりあえずオーダーしたベースがあってですね、それが納品されるっていうところで、送りますか、それともどうしますみたいな感じで聞かれたので、おそれはもう4月は行きますと。はい、車がね3時に横浜出発して、今10時ぐらい。僕はずっと寝てたんですけど、千夏がね運転してくれました優しいっていうことで入ります。こんにちは、どうも今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうもアルテロカスタムギターです。安田さんと倉田さん、今日は工房見させていただいて、はい、そしてアルテロカスタムギターってどんな成り立ちなんですかみたいな話をちょっと聞かせていただいて、はい、完成したベースも、はいはい、そして夜酒飲めればよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで、はい、早速工房見に行ってみます。とりあえず、はい、じゃあ早速お願いします。はい、はい、あまり見せないところなんですけど、こんな感じですね。ここでもうずっとやって、基本ここで木工作業を行ってます、はいはい、あれ塗装も、塗装はね別に場所があるんですけど、あ、そうなんですね、はい、木工加工はもうほぼすごい全てここで。 NC とかないんですか？ NC ないです。すごいですね。ピンもないです。じゃあ本当にバンド層で、バンド層で切り出して、切り出してサンダーで仕上げる感じが多いですね。すごい、ほとんどワンオフなんですよ。テンプレ作って大量生産じゃないので、あ、1枚ずつアジャストしていかないといけないんで、逆にピンとかだとテンプレ作るところから始めなきゃいけないんで、クラフトの学校に近い作り方ですね。いや、だから割と僕 ESP なんですけど、出身が親近感がある。多分同じような道具ばっかりです。そうですね、機械的には。やっぱりその顧客の一人一人のオーダーに対して、まあ、本当にカスタムオーダーですね。そうですね、シェイプとかもセミオーダーとしてうちの決まった形とかあるんですけど、はい、ヒールの形を変えてほしいとか、そういう要望もあるんで、はい、ベースがあってそれをアレンジしていく方がやっぱり、そうですね、うん、コンパクトにまとまってる、必要最低限、すごいですね。なんですかね、リペアにも使えるっていうのがやっぱり大事なことがあるんで、はい、制作に特化してしまう、はい、特化した機械にしてしまうと臨機応変に使えない。機械1個ずつ見たいですか？これ何ですか？ドランドサンダーといって中にねペーパーが入ってる。これ厚み出すやつでしたっけ？そうですね、厚み出すっていうか、はい、表と裏平行にしつつ磨くっていう感じですね。こっちはバンド層ですね、はい、楽器の形に切り出すわけですよね。そうですね、はい、こんな感じで切って、まあ、どっちかっていうと小型ではありますね。これなんですか？これね、テーブル層って言って指板の溝を切るためだけに使ってますなるほど、はい、これはテーブルサンダーですね。カッターウェイとか細かいところですね、うん、でこっちが大きいシェイプを出したり、はい、テーブルサンダーですね、はい、でこっちにはあ、フレットフレットですね、フレットを打つ、はい、まあ、これもありますし、はい、あの卓上のフレット打ち機もあるんですけど、はい、基本バツミューっていうか、そうですね、プレスですね、プレスで打ち込んで、あとは修正していく、はいはい、あとはハンディのルーターとか切削機械ですね。手作りですね、なんかこう機械がウィン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 って感じじゃ全くないと、うん、装備こんな手作りでやってるとこなかなかない。いやでもすごいいい仕事が、本当にハンドメイドの工房なんだなっていうことが伝わりますね。まず最初にちょっと順を追ってお聞きしたいんですけど、どんなキャリアでアルテロカスタムギターって作られたのかっていう、もともと専門学校とか行ってらっしゃるんですか？そうですね、東京の ESP ですね、行ってて、はい、卒業後そのままそこの講師を。そうなんですね、え、何年ぐらい前の話ですか？はい、20年近く前ですね。でその後いろいろむにゃむにゃして、で2010年にアルテロを2人で立ち上げたっていう、はい、倉田さんも ESP なんですか？そうですそうです。同級生ですか？いやだいぶ下ですね、年は離れてるので、はい、かぶってはないんですけど、まあもともと高校が同じ出身校なんです。あ、そうなんですね、はい、滋賀県ですか？そうですそうです、もうすぐそこにあるんですけど、はい、いいですね。軽音部が盛んな学校だったんで、入ってあのわちゃわちゃして遊んでたんですけど、はい、ただまあ年が離れてるので、まあ高校ももちろん専門学校もかぶることはなく、でもまあ同じような感じですよね。高校を卒業して、まあ、専門学校入って、まあ一旦楽器屋就職
してみたりライブハウスで働いてみたりとかしつつ、うん、でその後、まあ、その母校に戻って講師をして紆余曲折あって地元に戻ってきて、で最初僕一人でやってたんですけど、はい、前々から機会があれば地元で一緒に仕事したいよねみたいな話は昔してたんですけど、あ唐突に連絡してきて、俺地元帰るからやろうかって今みたいなそのうちぐらいに言ってたんですけどね、はいはい、思いのほか早く声かけてきたんで、いやまあじゃあやりますかみたいな、そこででも決断できるのすごいですよね立ち上げたのは30とかですか、僕が30ちょい、はい、僕が25ですかね、あ、うん、若いっすね、の時に立ち上げた、はいはい、いやすごいな、でも立ち上げたからっていきなり仕事降ってくるわけじゃないじゃないですか、うん、特にもともと楽器屋さんの修理の業務受けてたとかでなかったらやっぱりいきなりこう顧客からのオーダーなんか絶対集まらないですし、そこら辺の仕事はどうしてたんですか、ここの工房の前に滋賀県西山ってところにユーストンっていうライブハウスがあったんですけど、もともとはそこの半地下のところにスタジオスペースがあって、はい、そこを受付窓口として構えたんですよ、うん、なるほど、スタジオもうちが運営しながらそこでスタジオのお客さんとか、はい、あとライブハウスの出演者とかも来るので、はい、そこからちょっとずつ仕事がつながっていくっていう、なるほど、まあ、あと倉田が地元でちょっとやってたっていうのもあるので、はい、そこのお客様もいたので、まあ、素晴らしいですね、ここからこうずっとこう広がっていくって感じですね、はいはい、じゃあ先にでも倉田さんがこっち来て仕事してたわけですけど、それこそパッて仕事なくないですか、まあ、僕もともとそこのライブハウスのオープニングスタッフをしておりました、昔、そうなんですね、はい、そのライブハウス出てからもまあ関わりが濃かったので、はい、まあ、基本的な営業スタイルは打ち上げに行くライブ終わりの打ち上げに行って、はい、大体みんな状態悪いんで、はい、そこら辺の場合は、はい、お前調子悪いよなっつって直してやるっつって明日レコーディングなんでフレット打ち替えてくれっつって、夜中3時とかにリフレットとか5時間ぐらいであのリフレットとナット交換終わらせて返すっていう、すごい、はい、削ってましたね、身を、それは削ってますね、はい、その時はそれが楽しかったんですよ、もう今無理ですけどね、あの時のあの働き方今はもう絶対無理だね続いてブランドのこうコンセプトというか、どんなブランドを作りたくて立ち上げたのかとか、そこら辺のお話をお伺いしたいんですけど、はい、ざっくりアルテロってどんなブランドですか。主にオーダーメイドを中心とした、まあ、ワンオフのギターを作ってるブランドっていうのが一番しっくりくるかなと、はい、まあ、エンドユーザー様からいただいたイメージを形にするっていうところが一番の売りというか、はい、はいですかね。あとは、地元でまあリペアをしてるっていうところなので、うん、はいはい、リペアをお願いしてると信頼というか関係性がどんどんできていくじゃないですか、はい、そうした中でこうギター作れるのってやっぱり普通にこうパッてオーダーするのとは全く違う文脈のものだなというふうに思うんですよね、はいはい、なんかさっきあのイメージからこうギターを作るって話はありましたけど、これってやっぱり僕職人の仕事とはちょっと違う部分だなと思ってて、木をうまく削るとかギターをうまく作るって確かに職人なんですけど、ユーザーの意見を具現化するって全く違う仕事 そうですね、うちもリペアの仕事をやってるんですけど、やっぱりヒアリングの部分って実際の作業と同じぐらい重要で、うん、いろんなこうイメージと実際の現象って違うものがあったりして、うん、そこら辺は普段リペアやってるのでもっとこう詳細にフィットするものが作れるわけですよね、うん、そうですね、うん、あとはやっぱりこのお店として構えてるので対面で打ち合わせできるっていうのが一番大きなところですよね。お客様とこう密に話すこと、コミュニケーションを取ってどういうのをイメージされているのかっていうのができるっていうのは、これはまあこういうショップを構えている利点ですよね、はい、これ人柄もあるなと思ってて、お二人にはなんか喋りやすいじゃないですか。そうですか。なんかあの事細かにやっぱり聞いてくれそうだなっていうのは思いますし、やっぱりギター作りって本当に人と人の話で、なんかそこがすごくこう大事なんだなっていうのはここの空間入ってやっぱ思いましたもん、ね、あったかいし、まあ、クラフトとリペアが相互にこう噛み合ってるっていうのもあって、はい、やっぱあのギター作れるだからリペアもちゃんとできるだろうっていうし、うん、安心感とか信頼感とかで、リペアで信頼感を得てちょっとオーダーしますっていうこともありますし、はい、それぞれがこううまく回ってるっていうのはありますね。いやこれは素晴らしいですよね、はい、けどアピールもある程度必要で、どっちが世間的に認知されるきっかけになったのがやっぱりサウンドメッセージ、はい、
だったので、ああいうイベントはやっぱり大事だなっていうのはね、去年ね佐賀さんと初めてお会いしたバックホームメッセもそうですけどね。ああそうですね、ああいうところで言うとやっぱつながりできるんで、はい、でもそれで言うとせっかくの話なんでちょっとお聞きしたいんですけど、サウンドメッセ出してもギターブランドっていっぱいいるじゃないですか、はいはい、その中でこうアルテロが認知されて、あ結構イケてんなってなった特色ってどんなところがあるんでしょう。うちのユーザーのアーティストさんですかね、うん、発信してくれてて、あのバンドの使ってるブランドが初めて見たみたいな、あこの体験なかなか出さなきゃないですね。そうなんですよ。ちなみになんか差し支えない範囲で付き合いのあるアーティストって、はい、うちのブランド代表的なやっぱりトリコ、トリコの中島一休さんと木田さんが、まあ、一番古い付き合いの一つでもある、はい、彼女たちも高校の軽音の後輩なんですよ。そうなんですね。そう名門ですね。そうアルテロとトリコ輩出した倉田のだいぶ下、かぶってないに繋がるってちゃんとあるんですね。そうあの関係性が長い。そうなんですよ。すごいな、羨ましいです。あとは地元京都で主に活動するナボーガっていうインストバンドの堀川太郎さんも、はい、うちのユーザーで彼の高校の同級生です。ああちなみにそのショーモデル作った時の話に戻りたいんですけど、はい、お二人が好きなギターのスタイルってあるんですか。2020年に、まあ、10周年ってことでちょっととんがったもの作ろうぜって言って、スタビライズドウッドって言われるちょっと特殊なウッドを使ったりとか、うん、マルチスケールのものを作ったりとかしたんですけど、インスタとかである特定のユーザーさんに極めて刺さったらしくて、はい、それをきっかけにそっち系のお客様のオーダーが爆発的に増えて、すごいですね。安田さんは割とこうちょっとユニークなというか変わったの好きなんですか。ルックスがキラキラしてる感じ、目が引く、まあ、PRS とか、はい、ゴージャスなのがもともと好きだったので、はいはいはい、倉田さんは好きなギターのスタイルってあるんですか。個人的にはレスポールさえあればそうなんです、はい、もうそれでズクズクできれば十分です。あでもそういうスタイルのオーダーも結構あります、そのレスポール。いや少ないですね、うちでは。あんまないですか。うん、セットネックやっぱどうしても時間がかかってしまうっていうのもありますし、金額もね少し高めっていうのもありますし、まあ我々の好みはもちろんいろいろあるんですけど、音楽ジャンルであったり楽器であったりとか、それを押し付けるっていうのが我々抵抗があって、うん、まあ、そういう楽器屋に我々が行きたくない、うん、これからはうちといえばこういうっていうようなものを打ち出していってもいいのかなとは思うんですけど、はい、あくまでそのお客様との対話の部分では、まあ、押し付けないようにっていうのは念頭に置いてやってる感じですね、うん、はいはい。ブランドとしてここは譲れないとか、ここは絶対にこだわってるみたいなポイントってあるんでしょうか。どこがっていうんじゃなくて全部をちゃんとやるっていうのがこだわりですかね。あどこどこをこだわってるんですよじゃなくて、いやもう全部ちゃんとやろうよっていう正しすぎて。例えばこのシバンRはこれはちょっとやりたくないとか、そういうのはないんですか。そうですね、あー、うん、オーダーを受ける際に相談されることでできないことってあんまないんですよね、はいはいはい、できるかできひんかで言ったらできますけどってなっちゃうんで、あすごいやらない選択肢をおすすめすることももちろんあります。わざわざうちでそれをやらなくてもとか、うん、はいはい、うちでやるとむしろコストがかかりすぎるので、うん、やるメリットがねお客様にとってもうちにとってもあまりなければ、あえてそこはやらないっていう選択肢をおすすめすることももちろんあります。確かに提案はすると、うん、まあ、ただそれはやっぱりその顧客の要望を 100% 叶えるっていう手段として、うん、まあ、違う方があったら違う方を勧めるし、そうですね、ちょうだしたいですもん。ありがとうございます。してください。してください。本当に。どんな人にアルテロって手に取ってもらいたいですか。楽器が好きな方がいいかなっていう、うん、楽器見て見たり出して弾ける弾けないは別にして、はい、これがいいっていう、まあそういうお客さんはけど実際多いですけどね。はい、やっぱり情熱ある人って持て余してるんですよ。喋れる人がいるとずっと喋るこの人に。はい。倉田さんどうですか。世の中たくさんねブランド工房さんあるので、まあ本当うちじゃなくていいと思うんですよ、はい、まあでもその中でもねアルテロっていう名前を見つけていただいて、まあ気になっていただいた方にはぜひ触っていただきたいんですけど、ただまあねそのアルテロブランドに関してはフルオーダーなので市場に並ぶっていうことがあまりないというか、生産本数が極めて少ないので触ってもらいたいんですけど物はないんです。なかなか試せないですね、はい、
まあ、そんな時にその一端でも感じられればなと。そうですね、っていうのがオーダーしたセカンドブランドみたいな位置づけなんですけども、はい、かなでサウンドデザインっていう、はいはい、ブランドがもう一つうちにはありまして、はい、そちらはいわゆるコンポーネントタイプですね、はい、ある程度の工程まで外注で作っていただいて、はい、塗装であったり組み込みであったりとかっていうのを、まあ、いつも通りの環境でうちの技術で組み上げて出荷するっていう、で、まあ、形もある程度絞られてはくるんですけども、そういったところでできるだけ短納期で、まあ、少し価格帯も抑えてっていうので、うちのその雰囲気を味わってもらえるような楽器作りを目指して、はい、最終的に仕上げとかクオリティコントロールはお二人がやっていて、はい、そうですね、はいはい、まあ、やっぱりその20万円とか30万円とかでも、こう手に取れるような楽器をちゃんとこう市場に提供していくことって、やっぱり僕は結構大事なことだと思っていて、うん、2本を出したのでちょっと後で見せてください。はい、楽しみにしてください。続いて、はい、視聴者さんから質問を募集したんですよ、うん、いい木材って何ですかっていうのが、木材についてちょっとご意見いただけたらなと、はい、うちの場合お願いしてる業者さんがすでにふるいにかけてくれてるんですよ。すごい山のような木材だからいいものだけをピックアップしてくれてて、さらにその中から我々が実際に選ぶっていう工程を出るんで、うん、いい悪いで言うと全部いい木材、はい、木材としてのクオリティっていうわけではなく、良い悪いの目安としてはやっぱり見た目綺麗な木目が出ているとか色がとか、それが一つの基準にはなってますよね。めちゃくちゃ大事ですよね、はい、同じ木でも結構色って違ったりするじゃないですか。そうですね、はい、それなんでシースルーにした時にやっぱ色味違うよなとか、その見た目色とかそういう木目とか、あとはもう一つの要素としては重さですね、はい、まあ、この2つが良い悪いっていう、まあ、基準にはなってくるかな。はいはいはい、こういうサウンドが求められているからこういう重さの木材を選ぶみたいなものってあるんですか？うん、はい、そうですね、特にベースなんかはね、はい、ある程度重さがあった方がとか、うん、アクティブならちょっと軽くてもいいかなとか、うん、ギターはもう今はもう軽いものの方が圧倒的に好まれるっていうのがあるので、はい、軽いものっていう方が多いですね。わかります、わかります。直接うちに来ていただけるお客様だったら、うん、ある程度選定とかもしてもらえるので、はい、木目の出方なんかもいろいろ選んでいただけたり、うん、できるので。続いてラッカーとウレタンって何が違うんですかとか、うん、塗装によってこう優劣ってつくんですかみたいな、はいはい、よく聞くんですよ。やっぱラッカーいいんですかとか。実際オーダーの割合としてはどうですか？最近はね、お任せの方が多いですね。割とヴィンテージ志向の方なんかはやっぱりラッカーがいいっていう方がおられるんですけど、うん、どっちかというとうちのお客様ってモダン志向の方が多いので、うん、音の違いっていう話よりかはもう本当にメンテナンス性がいいとか、あとはそのうちが基本売れたんですよっていうのを言ってるので、そうするとあもうおすすめでいいですっていう方とか、まあ実際もう売れたんとラッカーで音の優劣なんていうのほぼないんで、見た目の違いはありますけどね。まあラッカーの方が艶やかというか、あとはもう経年変化がね、どん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 顔が変わっていくので楽しみではありますよね。ウレタンはね、丈夫っていうのが一番のメリットですかね。扱いも簡単ですし、ラッカーに比べて、ウレタンの方が美しさが際立つフィニッシュとかも当然あるわけですからね。発色がウレタンの方が良かったりするので、その辺は色味によってやっぱ変えたりすることがありますよね。まあ、あと厚さ聞かれるんですよ、はいはい、ある程度その塗膜の厚さでサウンドをコントロールするっていう意味合いもあったりするので、うん、ベースだとレンジ感が重要だとか倍音が出すぎるとちょっと扱いづらいとかっていうのがあったりすると、逆にウレタンとかケステルで塗膜厚めにして振動自体をもうちょっと殺してしまう、うん、はいはい、するとまあ倍音がちょっと抑制されるとか、うん、そういうことを考えて皆さんも作ってるので、うん、チンに関しては塗装はまあ薄い方だとは思うんですけど、はい、ギターに関して言えば鳴る楽器にセットアップすればいいだけの話なので、うん、鳴るように、はい、あとはまあやる音楽ですよね。そうですね、はい、うん、スタイルに合わせた楽器でいいんじゃないかなと。ありがとうございます、はい、続いてハードウェア話なんですけど、はい、五島とヒップショットどっちにしたらいいですかとか、うん、ハムってダンカンとディマジオどっちの方がいいんですかとか、ブランドとしてはそのハードウェアの選定の部分ってどういう意見でやってますか？基本的には五島さんを使ってるんですけど、うん、っていうのもいずれ壊れるんですよね。その時にメンテナンスっていう姿勢を考えると、やっぱり入手しやすいものっていうのはやっぱり大前提としてあるので、うん、ブリッジで例えばサドルが削れちゃってサドル交換しなきゃいけない時に、海外製の珍しいブリッジなんか使ってると、そのパーツ取り寄せるのだけでも時間もコストもかかるっていうことを考えると、やっぱり信頼の
国内メーカーファーストチョイスになるのかなと、まあルックスっていうのもありますよね。ヒップショットとか海外ブランドのその目を引くルックスなんかっていうのは楽器のコンセプトに合わせて使ったりはしますよね、はい、最後になんですけど、はい、ギター作るのって楽しいんですか？楽しいですよ。しんどいけど夢の中でも作ってるもんまあでもそれでもやっぱりやりたくなる魅力ってなんかどんなところですか？エンドユーザーに渡した時の何とも言えないリアクションが、ケース開ける時とかの顔とか何にも変えられないですね。こういうギター欲しいなとか、それこそ夢にまで見ると思うんですよ。でそれを形にできる人がいるっていうのはめちゃくちゃ幸せで、どうですか倉田さん？楽しいですよ。飽き性なんで組織に属することが多分無理な人間なんですよね。何かに没頭できるっていうのがいいんですよね、僕にとっては。あ、はいはい、ただただこれをツルツルに磨くぜみたいなとか、はい、自分の性格に合ってるっていうのと、はい、材質が主に木材っていうところがあるんだと思うんですけど、同じものを作ってても同じものってないんですよね、はい、なんで同じ工程同じ道具を使って作業するんですけど、毎回何か違うんですよやっぱり。で使う人も違ったりとか、まあ、そういう意味では作るのも直すのも毎回刺激的なことが続くので、まあ、飽き性の自分にとってはいいかな。もうそっとしといていただけるギターを頑張って作って直しますので、そっとしておいていただければ、はい、ありがたいですとはいえね、こうやって来てもらって喋ったりとか、そういうのもまあ、ね、楽しくやってるので、こういう、ね、カウンタースペースなんかもあるので、あ、はい、まあ、喋りながらなんだかんだやるのは好きですよ。はいはい、ということで、はい、以上です、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。開封のみしますか？あ、開けたいお願いしますPJ タイプですね。見てよこれ、これはボディがアルダーのモデルですね、はいはい、アルダーローズで、はい、PJ ですね。また出た、バーガンディ。バーガンディですか。バーガンディまた出た、はい、バーガンディ好きなんですよ。めっちゃ可愛いじゃない。これもアルダーですよね。アルダーですね、はい、ピックガードがね、別校でどの別校を使うかをお任せしますって言われてたんでねそうなんです。どうしようかなってなって。かっこいい。こっちはね、あえて PJ じゃなくて P で、かっこいいでしょ。音
出していいですか。はい。はい、よかった。そうなんですよ。5月以降の注文分から、はい、あ、そうですか、はい、じゃあ4月までにお出しすると旧価格のままに、はい、こんだけでもアコースティックな部分で作っといてくれると、例えばこうピックアップ段階にしてみたりとか、うん、そういう遊びも楽しいと思うんですよね。すごい、これは安い。ありがとうございます。地合日横浜で出てきますんで。でもね、大体こういうのって動画出る頃には全部売れちゃってたりするんだよね実はねそういうね、早い情報は Twitter でぜひチェックしてみてください。概要欄の方にアルテロの Twitter とかインスタとか Facebook とか諸々のリンク載せておきますので、皆さんもチェックしてみてください。以上、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。